っていきますということで、挑戦状ですね、今日からです。まあ楽だといいな、ガチャ引きたくないので。はい、でなんだこれ、あれですね、初心者歓迎ガチャみたいなやつです。はい、まあ、モルモットぐらいか。でバーリスもね、性能こっち強めだからどっかで使うかもしれないもんね。はい、3回 PSR もらえるという結構いいやつですね。まあ、コスパはいいんだよね、未所持多ければ多いほどなんですけど感じかな。まあ、ちょっとまあ在庫セール感はありますけど。水木がいる。え、これ15体これ ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あれ なんかいなくね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あれ、あ、なるほど、あ、なるほど、水木になってて、すごい嫌なガチャだなこれすごい嫌なガチャだな。まあ、スバル別バクるので貯めといてよくて、社長、まあそうですね、まあ、二刀流キャラ欲しいので、いないな使うの。うん、ちょっとあんまいないかもしれない。うん、彦星、あのエジプトが強いかもしれないっていう感じですね。はい、でついに戦国来ます。まあ大方の予想通りなのかな。うん、今日お知らせ来るかなとは思ってたんですけど、はい、同じです。まあ、ちょっと難しい高校かなと思います。あの天下統一目指して、日本列島をねどんどん侵略、武将と大名とかがいるんですけど、それを倒してって、倒すと仲間になるんですけど、で、まあ、ポジションとかで被ると仲間にならなかったりもあるんですが、うん、それで天下統一してってしてけばしていくほど、もらえる経験点がどんどん溜まっていくので、でその各イベキャラにね、経験って溜まってったのをどんどんもらってって稼いでいくっていう。はい、まあ、多分投手も野手も最大値はここだと俺は思うんですけど、うん、まあ、アスレがわりかし点数出るように調整されてるんで、まあ、そこと用意どんでやる感じかな。はい、まあ、ただデッキパワーはそんないらないので、まあ、アスレ逆に50で積まないと結構大変だったりするんですけど、こっちだったら割と35とかでも、うん、PF ぐらいだったら作れると思うので、うん、まあ、最大、うん、多分高いと思うんだよなこっちの方が、うん、まあ、あとどんな感じになるかってとこだと思います。うん、あれがね、鬼滅勢とか先に出てきてる強いキャラとかもいるので、まあ、その辺と、まあ、二刀流関係のキャラ、うん、まあ、年末ホムラとかが走塁となんか投手もあるようだとだいぶ助かるんですけど、うん、って感じですね。で金徳こんな感じです。はい、シャープがあれかな、まあ、前菜とか入れないといけないよって感じです。はい、で前菜千代姫が必須でって感じかな。投手はもう急速固め、二刀流の急速キャラ固めみたいな感じになってたと思うんですけど、はい、って感じかな。でまあサナちゃんとかが地味にデートしないで回復要因で強かったりとか、うん、なのでオート彼女のスワノちゃんとかは結構活躍するんじゃないかなっていうふうには、はい、思っております。はい、まあ、ちょっと動画出したりしますんで、まあでもそんな上手じゃないんだけどね。まあ一応まあ25,000〜26,000ぐらいはまあ全然出したことはあるんですけど、うん、まあ、本当どこまでラスト1マス2マス3マスぐらいまで侵略できれば、まあ、まあ、ある程度点は出るかなっていう感じの高校ですね。本当だから日本列島の攻略がかなり大事になってきます。はい、これはもう、あ、もう終わるね、間もなくです。はい、間もなくです。はい、これはさっきのか。はい、
なんかアップデがあるんだよね、自動試合券、券いるんかいっていうね、はい、感じです。まあオートで試合できるようになる感じかな、うん。でサクセスも自動試合券、はい、サクセスお任せが追加、自動試合券、これさ自動試合券あると勝てるってだけでコンピューターにお任せ自体はなくてもいけたりしないのかな、そこなんですけど、大事なの、どうでもいい時にコンピューターで早く終わらせたい時に俺は使いたいので、うん、必ず勝てるとかっていうのはちょっとどうでもいいっちゃどうでもいいんだよね、まあ、ピッチャーかな使うとしたら、うん、ピンチャンで必ず勝ちたい時の投手育成とかだとまあ役立つかもしれないですけど、うん、まあ、あとどうでもいい時に使いたいので、あの剣いらなくても使えるとありがたいんだけど、ダメなのかな、うん、だから勝たないでほしいんだよね、あとねそういう時ね、はい。で、消費すると以降の試合では消費することなく、ああそうなんだ、あ、そのサクセス中は使えますよってことか、すごい下行っちゃった、なるほど、練習試合は関係ないです、はい、持ち込みアイテムではないよ、はい、ややこしいな、普通に選べるようにしてほしいわ、はい、パワーチャレは、あ、自動試合にすると勝手に試合してくれるんだ、なるほどね、まあオートで回した方が早いみたいなのあるけどね、アプリの時はね、まあでもその場合は特攻動向とかがあるので、まあ、今後のなんかパワーチャレの感じが変わる可能性があるかなってことですかね、はい、って感じです。あ、各つやっとか、なんか全然出てこねえなと思ってたんですけど、はい、やっと来るそうです。あのビーンって ミートとかがめっちゃ小さくなったりするやつですね、はい、こんな感じです、はい。あれ、投球フォーム追加、誰これ、でサンタ勢はあったかな、アプリでもあったかもしれないやつなので、まあ、気にしなくていいと思います。まあ、雅確定で、まあ、追加もう一人ぐらい誰か来るかもしれないですけど、はい、なので、まあ、そんな気にしなくていいかな、うん、はい。暁レイアウト回収、あ、そうなんだ、ありがとうございます、はい、石くれます、はい。これが12月6日にあされる、ま、ってことですね、もうすぐってことか、はい、わかりました、そんな感じですって感じだね、はい。ということでもう年末向けてなので、ま、とりあえずこれの準備かな、あ、でも木曜なんだ、月曜じゃなくて木曜っぽいので、はいはいはい、そうなんだね、そんな感じです、はいそんな感じです、はい。ということで、まあ、年末まあいろいろまたいっぱいね、なんやかやあると思うので、まあね、マイペースに頑張りましょう。まあ暁も終わっちゃうので、そうですね、まあ今年悔いのないよう頑張れたらいいかなっていうふうに思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では皆さん、ピースな日をお過ごしください。バイバイ。